こんにちは、ティモンディチャンネルです。今回はですね、前編がもう流れていると思うんですけど、後編をこちらのスーパースターと対談させていただきたいなと思います。こちらの方です。やればできる松田選手、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、呼んでいただいて。ありがとうございます。前編から熱いお話を、はいはい、いやいや、本当に、ね、YouTube イコール、はい、トークテーマをに対して、そのテーマでやっぱ喋って、話を盛り上げるんですけど、はい、まあ、高岸選手が野球が好きすぎて、もう東京にいるのに、ね、東北地方行ったり、ね、関西行ったり、ね、四国行ったり、いろんな沿線が伸びてましたね。伸びてましたね。いや、でもまだまだ聞きたいんで、ちょっと後半戦もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません。ざっくりと、はい、そのアマチュア野球と、はい、プロ野球に、はい、行かれてからの、はい、大きく松田選手が感じた違いというか、はいはい、もうここは明確に言えるなっていうものは何かありますか？バッティングに関して、やっぱりプロとアマが違うなっていうのが僕の中で感じたことは、前から来るボールに対して自分が持っているフルスイング、力強くタイミング合わせて打つっていうのがアマチュアの選手だ、プレイヤーだと思うんですよ。プロ野球の選手は前から来ます、ボールを打ちま す, 打ちます、そこまでは一緒なんですよ。一緒ですか？一緒、はい、でも1個違うとこがあって、はい、そこから打った本人があの三遊間に飛ばすぞとか、あの広い1、2塁間に転がすぞとか、はい、ホームランテラスに運んでやるぞとか、少しこう自分で打つラインを決めてあげる。ただアバウトにこうやって打って、はい、たまたまタイミングがあったらホームランっていうのは多分アマチュアのプレイヤーだと思うんですよ。思い切って練習した通りのフルスイングをしたら、うもうタイミングがバッチと当たってホームラン。そう、はい、でも逆にプロの選手っていうのは、この球はこうやってバットを出してあげるからライト前に打てるんだとか、うん、少しこうラインを出してあげる。次元が違いすぎて全然分かんない。これね、結構みんなに言うと、頭の中、はい、みんなポケーンって張ってる、そうですそうです。僕も全然もついていけてないです。なんでちょっと、はい、いきますよ、はい、説明すると、ただ打つ、はい、打ちますね。でインコースでもただ打ってどこに飛ばすんじゃなくて、その球を打ってレフト前なのか、はい、ホームランなのかって自分で決めてあげるんですよ。自分で決めてあげる。そこが一番分かんない。そう、自分でバットの軌道とかを出し方を考えて打ってるんですよね。じゃあ、はい、ボールが来るじゃないですか、はい、どの球種どのコースか分かんないわけじゃないですか、はいはい、来た瞬間に、はい、これはホームランにできるからこうしようとか、はい、そうなんですか？そうですよ。普通大体これは三遊間にヒットになるからこうって分けてるってことですか？そうそうそう、分けてる。そう、高くて抜けてるから手が伸びるからレフトスタンドまで引っ掛けてやろうとかね、逆に外のコース来たから、ね、思いっきり振ったかって凡打になるんだったら少し反対方向に打ってやろうとかね。細かいでしょ。このピッチャーの手からボールが離れた 0.45 秒ぐらいのところで瞬時に判断して変えてるってことですか？そう、それは僕はずっとやってましたね。超人だ、はい、そのための練習を。そうですか。そうです。それどうやって意識というか、まあ、練習でもとにかく自分で同じ球でもレフトにホームラン打ったりとか外に反対方向に打ったり、自分でこうバットに当たってからのライン出しっていうのをね、ヒットゾーンにラインを出すんですよ。目に見えない架空のラインを歩数ね、はい、その状況に合わせて自分でチョイスするんですよ。じゃあ全部をホームランに打とうと思ってフリーバッティングをすることは、はい、プロ野球の選手だったらそうないってことですか？そうないし、でもあるのやったらインコースをわざと要求してもらって全部打つっていうのはあるんだけど、基本的にそればっかだったらもうそこしかの形ができないから。そうか、ツボって言われてるところしか打てないってことですよね。だから外も必ず試合前は反対方向の 1,2 塁間であったり、ロケーションをしっかりこう覚えてボールを飛ばしてましたね。それが案外結構ね、イメージトレーニングとイコールになってると思うんですよ。遠くに飛ばすための練習とかではない、はい、じゃないね。ゲームで使うためのですね。ずっとフリーバッティングでホームランばっか打った選手が、じゃあ実際ゲームでセンター前打つための練習してないかって言ったらイメージが湧かないでしょ。
お確かに。だからセンター前もしっかり打っとかないとダメです、練習で。あ、わざと。そう、センターに転がしとかないとダメなんですよ。ライトに転がしとかないとダメなんです。ホームランにも打っとかない、それがやっぱ練習なんですよね。全部ホームラン打てばいいと思ってます。いやいや、ダメです。じゃあそれじゃあもう違うところに。それだからアマチュアっていうことなんですね。そうですね。はあ、知らなかった、その感覚というか。10年以上、はい、まあ、20年近くやられてきたわけじゃないですか、はいはい、その長くプロ野球という世界で活躍される方の共通点というか、こういうところはいい選手に共通してあるなってこう松田さんが思って感じられたことってあります、まあ、プロ野球選手なのでお仕事ですから、お仕事イコール野球ですから、常に野球が自分の中で生活の一部になるかっていうのを考えておられる方が大事かなと思うし、それは単に24時間野球のことを考えるというわけではないです。そう、でも24時間考えても頭でっかちになってメリハリでオンオフが取れないから、そこは野球を忘れる期間であったりとか、野球のことを考えない時間が結果、はいはい、野球を生業としている野球人としてものに、ためになっているというか、つながるように考えていかないと。そうですね。あとはやっぱりしっかりこうよくルーティーンっていうんですけど、ルーティーン化っていうのをしてる選手が長くやってるなと思って、結果関係ないんですよ。信念を持ってしっかり準備をして、同じ結あの打っても打たなくても勝っても負けても同じルーティーンで常に試合に臨んでやるかっていうのが大事だと思う。なるほど、はい、じゃあその、まあ、4月から始まって、はいはい、8月の終盤にちょっとこれ変えてみようとかいう選手はなかなかない、まあ、そこは勝負な時期なので大事なんですけど、大体この2024年の、ね、ルーティーンというのはもう大体決まってると思うので、結果を出している選手、長く野球をしている選手というのは大体あのどの選手も同じような生活リズム、同じような野球の練習で試合に臨んで結果出してっていうのを繰り返してると思うんですね。なるほど、はい、じゃあまあ自分の軸っていうのがちゃんとある方が共通して多いんじゃないかっていうことです、ね、はい、これすごい思うんですけど、はい、今130試合、はい、また40試合でこうどんどん増えてきてるじゃないですか、はい、野球界って3日に1回以上試合してるってなると、はいはい、何よりもやっぱ休む力が大事になるじゃないですか。まあ逆にやっぱり、はい、月曜日の使い方、ほう、火水木金土日は試合なので月曜日だけは何もないんですよね。だからその日をどううまく使えるか、松田選手 の、 その月曜日のオフの使い方はどういう形だったんですか。逆にあの僕はこう月曜日は全く野球のことを忘れて、野球を休むことがイコール、うん、休養だと思ってプレーにもいいプレーをすることにつながっていくと、はい、5万人の大歓声がこう、はい、上からこう落ちてくる、はい、もう降りかかってくるわけじゃないですか、はい、10時とかに終わる試合もあるわけじゃないですか、はいはい、僕はそこからどうやって睡眠に入っていくというか、落とし方ってどうするんですか。簡単に試合終わってベッドに入ったかって寝れるわけないですよ。やっぱりもう脳が興奮してるから。そうですね、はい、僕この本当ここの東京ドームのジャイアンツフェスタさんで、はい、あのファン感謝イベントで、はいはいはい、まあ、5万人ちょうど入ってて、はい、ジャイアンツ対タレント軍団っていうので投げさせていただいたことがあるんですよ、はいはいはい、すごい音と、はい、結構あれでしょ、重かったでしょ応援が、もうすぐ圧がすごくて、ねね、はい、その日僕5時ぐらいまで寝れなかったんですよ、はい、でしょ。でその状態を、はい、でも140試合やってるって、はいはい、どういうことだって思ったんですよ。だから眠くなったら寝るでいいかなと思うんですよ。寝ないといけないと思ったら、ね、ベッドに入って1時間2時間寝れなかったら、その時間がもったいないんですよ。その時間が、マイナスだから、当然人間だから疲れてるので眠たくなるので、寝ると思った時に寝ればいいかなと。じゃあそこまで重く考えずに、はいはい、寝れなかったらしょうがないです。それは寝れないよ。そうです、そうです。あんだけの歓声の中、はい、観衆の中やったんだから、はい、で自分自身にこう言い聞かせて。そうですね、そこ絶対大事ですよ ね、 そうですね、はい、休み力、そうですね、注力、はい、プロ野球選手にとって大事だと思います。そうですね、はい、やっぱり松田さんといえば、はい、やっぱ国際大会で も、はい、もうホームランも打たれたりだとか、はい、もうすごい活躍されてるイメージなんですけど、はいはい、国際大会でのコンディションの整え方だったりとか向き合い方っていうのはまた違うんですか。はい、
代表の監督であったりバッティングコーチがよく言われるのが、リーグ戦ペナントと違って同じピッチャーともう二度と対戦することがないから、とにかく自分の感覚であったり自分が今この打席で思ってることを表現しなさいってこと言われたんですよ。データがない状態なんですよ、結局今は映像もあるし初手合わせ、そう資料もあるんだけど、結局その日対戦して、じゃあその大会でもう、ね、二度と当たらない投手ばかりですから、まあ、だからこそやっぱりこうあまりこう深く感じる、あの考えすぎるよりも、国際大会イコールもうお祭りというかね、発表の場だと思ってやってましたね。自分が今まで野球でこう積み重ねてきたものを、まあ、シンプルに出すだけ。そうですね、はい、はあ、でも来た球をそれこそ、はい、まあ、イメージはするけども、はい、自分のスイングをしていくっていうだけっていうことですね。はい、そうですね、国を背負うわけじゃないですか、はい、そこのプレッシャーとかっていうのはどういう感じ方されてるんですか？いや、あんまりなかったですね、まあ、名誉なことなんですけど、でも選ばれた以上は一生懸命元気にやるっていうことだけを、ね、あの頑張ったので、それ以外結果が、ね、出る出ないっていうのはもう当然あの相手もいるスポーツですから、 そうですね、そこはまあしょうがないなと思ってました。松田選手を招集したってことは、はい、もうザ・松田をもう披露するしかないですよね。はい、これからの夢だったりとか、それこそスポーツ界に対する、はい、こうなったらいいなっていう思いとかあるんですか？自分も野球をね、小学校2年生からやらせてもらってね、はい、40歳まで野球っていうのと常にこうね、あの向き合ってやってきた、人間としては、まあ、野球っていうスポーツをね、本当に自分以上にね、楽しくね、好きになってもらい、ね、子供たちを一人でも多く作りたいなと思います。松田さん自身が、はい、野球を楽しくやりたい、はい、より楽しくやるにはとか、はい、まあ、優勝旗を持ったらかっこいいだろうなとか、はいはい、背番号1つけたらより楽しくなる、はい、かっこいいなっていう思いでやられてきた結果、はい、プロ野球選手になれたっていう、そうそう、結果的にそうだったので、振り返るとそうだったので、まずはやっぱり楽しいですね。じゃあ僕も野球を愛する者として、はいはい、野球進行ももちろんですけども、はい、僕は今野球を通じてみんな応援したい、はい、前向きに勇気を与えたいという、はい、まあ、志はもちろん、はい、志としては同じだと僕は思わせていただいているので、はい、ちょっと一緒に盛り上げていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、であの最後一つ聞きたいんですけど、ティモンディの、ね、はい、高岸さん、はい、そして、ね、今日はもうずっと、高岸選手と泳ぎさせてもらいますけど、はい、高岸選手ってことについては、はい、そうですね、高岸選手、はい、でも僕はですね、はい、あのいろんな場所で言わせていただいてるんですけども、はい、その芸能活動と野球選手の二刀流、はいはい、お忙しいですかとかいうお話を聞かれるんですけど、僕は二刀流だと思ってなくて、はい、僕は応援の一刀流でやらせていただいてるので、はいはい、選手とか呼ばれ方は違えど、はい、僕は野球をするときは野球を通じてみんなを元気にしたい、応援したい、はい、でこうやって、ね、バラエティ番組だったり、はい、お芝居だったりするときもそれを通じて元気にしたいという思いをやっているので、はい、今後とも応援の一刀流で活動していきたいなと、はい、頑張ってください。いえいえ、僕も応援しますんで、ありがとうございました。これからの松田さん応援しています、はい、松田さんならやればできる、はい。